行きたいと思っていただけてますかね、どうだろうっていう気持ちが一番強かったら嬉しいです。本当にでもちょっと今本当にね、まあ、いつも頑張らなきゃですけど、まあ、特に頑張らなきゃっていう時期にね、足痛めて声も出れない中、皆さんこうしてはい乾杯も出してくださりありがとうございます。なかなか恩返しできる場が少ないんですけど、もちろんショール、あのね、SNS のコミュニケーションは絶対ですし、当日の特典会も皆さんに全力の愛をお届けするのではい、当日楽しみましょう。楽しみにしててくれたら私も最高に嬉しいです。予定が合えば、あーなかなかね難しいみたいですね最近。受託月申し込むって明日からだった。あ、そうなんですそうなんです。あ、生写真は今日からですね、ありがとうございます。11月の生写真は今日からですが、生誕ティーは明日の18時から予約販売ですね。明日の18時なので皆さんよろしくお願いします。今日から冬だけどめっちゃ寒いね。だから今日から立冬ですよね。いや本当に寒くて、でも今日お昼役場に行って、この前のインソールを新しく作ったので、それの保険の申請みたいにしに行ったんですけど、ヒートテック着ずに行っちゃったから、昼だから行けるかなと思ったらダメでした。寒すぎました。順調に治っ、あ、そうなんで順調に治って、そうなんです。今日の公式ブログさんにも書かせてもらったんですけど、はい、順調に今は足が良くなってきていますので、はい、この調子で油断せずに直していきたいと思います。アイキュチユーもうまい、アイキュチユーも書いて、他のもねいろいろ英語の意味があるんですけど、そう、あのティスの方はなんか変わったフォントだから読みにくいですよね。安静してれば回復、そうですね、まあ、言ってた感じで、今月は休ませていただく感じで、練習もなかなか戻れないので本当に難しいんですけど、今月はしっかり休ませていただいたらね、完治するんじゃないかって先生が言ってくださったので、はい、治っててほしい。エス公演に限らないんですけど、みんなが公演してる分なんか焦るというか、いいなってやっぱりなっちゃいますねはつきちゃんのさや振ってました。うん、いいな、私も振られたかった。年明けやるの、あー嬉しい、ありがとうございます。ツーショットってことですか、嬉しい。生誕月メッセージ性の強い素敵なデザインですね。あーそうですよね、あの T シャツの方は今はもう天国にねいるんですが、愛犬のバニーちゃんと私もいるんですけど、と私のデザインで、なんだっけ、トートバッグがアスフォルトの上に一輪の花が咲いてるデザインですおしゃれじゃなくて割と着やすいデザインじゃなかったですか。グラタンは激アツですね、それは。でも美味しいから火傷して食べちゃいますよね。私は今日は何食べたかな、あ、今日も豚汁食べました。ちょい遅刻した、わら、チャイなんで、チャイなんでね特典めっちゃ楽しみだよ。あー嬉しい、私もね早く会いたいです。もいやもうね寒いので皆さんもうコートとかねいりますよね。
今日ねすごいよくやんがいなかったので最後は泣いてしまってたよ。私を思って泣いてくださったんですか。嬉しい、ありがとうございます。その嬉しさでその涙で頑張れます本当にヘタティッシュのマニちゃんとデザインすごく好きです。あ、嬉しい。結構シルエットいい感じじゃないですか。頑張ったんですけど結構バニーちゃんだなって思うんですが、そうなんか色がその T シャツの色もなんかちょっと黒とか白が多いからちょっとなんかネイビーとかなんかそういうちょっと色変えてみようかなと思ったんですけど、やっぱバニーなので黒になりましたはい、トートバッグの色はね2種類しかなくて、そうだからあれです。セーター T シャツの中にバニーちゃんは生きていくね。そうです、皆さんも寂しいですよね、バニーちゃんに会えなくて。そうだからあの T シャツを着て思ってください、バニーちゃんを一緒に思うっていうね。寒いです、もうこれからずっと寒くなる感じですかね。ダメ出しは速攻で申し込みました。嬉しい、なんかすごい流れ星、おお、ありがとうございます。劇場から来てくる、あ、行かれてましたね。皆さん大丈夫ですか、推し変してないですかダメですよそこへ行っていただくのは嬉しいことなんですけど、あの推し変してないかなって心配になっちゃいます。隅っこ暮らしのこたつ出しました。あー、そうですよね、なんかもう空気が冷たくてなんかやられますよねなんかそれだけで疲れちゃう。プチカフェはですね、まだまだなんですよ、まだ決まっておりません。セーター T シャツ見るたび泣いてしまう。いや、そうなんです。って言ったらでも今回の美術展のね指定させてもらったあの絵もあっちの方がリアルバニーちゃんなので泣けちゃいますね。うん、無理して、そうですね、やっぱなんか練習しないとでしたいのに踊れないのがすごくもどかしいですし、なんか練習が難しいです。生写真もありがとうございます。皆さん優しい、あ、今喋ってくださったですね。あ、それはまた何だろう、うーん、結構いつもアンブロさんとかで、ね、あ、公式ブログとかで紹介させてもらってるんですけど、紹介しようかなブログで撮影もそうですね、なかなかうまくいかないことの方が多くて、あーってなることは多いんですけど、頑張る子ですね。それでもそうですね、そうトートバッグのお花本当に見えなくて、私があのポストであのデザイン画をアップさせてもらったんですけど、あの状態ならあの見えるんですよ。結構アップにしたらすごいより見えるんですけど、やっぱその生地になった時にどうしてもなんか難しくてちょっと見えづらいくはあるんですが、でもちゃんとでも見えないぐらい儚い花ということで、はい、そうなんです、そういう体です。皆さんありがとうございます。でも公式ブログさん読んでいただいて、ファンの皆さんもあんまりね、あの私のファンじゃない方でもですかね、すごいあの優しい言葉また書いてくださってて
ありがとうございます。ヨコヤンの再現も振りたかったよ。でも観覧車ヨコヤン感動した。あ、引いてくださってた。でもフヨピーのかん、あの乗ってましたね。ヨコヤンじゃないんですね。今日探してしまったよ。ヨコヤンいなかったですか。あちらアスファルトです。トートバッグアスファルトです。ヨコちゃんいなくて寂しかった。そう言ってくれて嬉しいです。戻れるようにね、頑張ろうってより思います。ありがとうございます。こんばんは。まみちゃんずっと一緒ですよ。はい、心の中で生きていてくれてるので。豚汁好きすぎて、あ、鍋の日だったんですね。まあでもなんか鍋みたいな豚汁だったので OK かなって。湯豆腐もういいですね。高いのがやっぱ染みますね。あ、吉野家さんに、それ吉野の横にゃんを意識してかな。横にゃんカツ、横カツ。以上からかやね、ロクタちゃめよ。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。セーター T シャツ、あ、セーターグッズ買ったことなく今回は初めて注文する。嬉しいです。結構そうです、私も東海とか握手会とか特典会で、あのどこかの部とかで着させてもらったりしてたりもするので、しようと思うので。あのおそろっちもできるかもですね。できたら嬉しいですね。今夜はラーメン食べて今から夜行バス。お、ラーメンいいですね。めっちゃ最後減っちゃいました。あ、大丈夫ですか、目移りしてないですか、大丈夫かな、大丈夫かな。あー、寝不足どうす、辛いですね。耳栓がいいんじゃないですか。どうだろう、どうでしょうか。押し増しも嬉しくないですね、あんまり。事変は絶対ダメですけど、押し増しも嬉しくはないですね。汗やめてください。押し増ししてないよ、汗はやめてください。私はマスモノだと偉い人が言ってました。でも分かります、あの可愛い子いっぱいで、私も可愛い子が好きなので、アイドルとか好きなので、そういう気持ちは分かるので、ダメってわけじゃないんですけど、横には一番でいてください。ロケンゴンドラ、あ、ね、乗ってくださってた、嬉しい、ありがとうございます。彼女ももうちょっとでね、終わっちゃいますね、コラボが。転倒しないで、あー、そうだったんですね。私のことも思い浮かべてくださってありがとうございます。あー、向き合ってるのがどんな場面なのか、なるほど、バニーちゃんいいですね。鼻ちょんってしてるの可愛くないですか。あの絵の話です、セタンティの。何の話、胴体が黒で、
値段が3倍の人、服のことですか？ん？生誕ティー？生誕ティーが、あ、ん？あなる、あ、生誕ティーデザインがってことですね。なるほど。黒で袖が茶色、そして袖口が白い。おお、おしゃれ。もうそれはちょっと厳しいですね。なんかでもその結構前はカラーの種類がいろいろ選べたんですけど、ちょっと減ってきております。そうなんですよ、現状減ってきているという現状です。メシアのプリントもね、あの昔からのあのあれじゃなくなっちゃいましたもんね。あの自由、後ろ前は自由だったから、もともと固定のデザインが好きで やってたんですけど、後ろのデザインもできなくなっちゃいましたもんね。よくなって握手とライブを見ることです。嬉しい、私も頑張る子、ありがとうございます。ポストの花を見ました。そうですよね、あれなんですけどね、いやー花難しいですよね。3月申し込みもありがとうございます。こんばんは。バレてますよ、バレております。よく似た色の赤み、あ、まあ、まあまあまあ確かに似ているかな。なるほど。彼氏は10日まで、もう2日ぐらいしかないですね。去年とうとう使い込んでる、今年も買います。嬉しい、ありがとうございます。うつくかえて英語訳して深いなと思いました。嬉しいです、訳してくださって。深いですよね。バックがアスファルト重そう。なんかでも、独特なデザインと言わればそんな感じです。今度は別になってます。なら仕方がないですかね。ありがとうございます。あなたの光になれますよ、なれますように、あの疑問文ではないですね、なれますようにって祈ってる感じ、祈ってる感じ。です。あ、トートバッグのあの英文、そうなんです。一輪の花があります、あります。トゥースピットで握手しましたかな。あ、嬉しい、ありがとうございます。全員握イベントみたいなんですね、リリーベで。嬉しい、ありがとにゃー、嬉しいです。配信も来てくださって、毎日やってるので、ぜひいつでも見に来てください。夜の配信が多いです。そうですよ、私も言ってたからおしばしダメってわけじゃないんですけどっていう話です。その生誕 T なので、どこかの特典会に来て横には自慢しに行くね。嬉しい、いっぱい感謝と褒め上からみたいになっちゃうけど、どうしよう。感謝と感謝を伝えます。見てないけど多分もう似合ってる予感がしてます。辛いカレーを食べました。もうすごい、私はあんまり辛いカレーはあんまり得意じゃないので、すごいです。
ダンサーの出演の舞台見に大阪、大阪に、いいなぁ、たこ焼き。そうです、テータンの T のグッズ、グッズのグッズの詳細が、はい、発表で明日の18時から予約販売が始まります。もういっぱいのゴンドラに乗りました。あ、よこにゃんは乗りましたか乗ってくれたかな。バニー、ヨチバニー T シャツの白に下に黒茶色のロングT着て白い手袋すれば完璧バニーちゃんだ。おお、最高のコーデが見つかりましたねそれです、それでバニーちゃんになって会いに来てくださいね、嬉しい、すごいですね。英文は作ったんじゃないですね、あの作ったわけじゃないんですけど、作れないので、なんかその参考文みたいなからこういろいろ見て、あ、これがいいなっていうのを選びました。作れないので、最後にゃにゃごんだらありがとうございます、嬉しいたい性格なので笑う。ヨコニャンも待ってます。セタングッズ後で、あ、ぜひ見てみてください。私があのエクさんで リポストさせてもらった引用ポストか、引用ポストの方ではデザインがもうあって、よりなんだろう、見やすいと思うので見てみてください。ご予約して買いました。あ、嬉しい、シャッフル声のかな、よかった、嬉しい、よかったおでん鍋、好きなおでんのネタ、あ、大根いいですね、どうしよう、卵も好きだし大根も好きだし、糸こんにゃくとかも好きだし、なんだろう、じゃがいもとかあ6回中6回になりました。横にゃん、にゃんにゃんゴンドラですか。すぐ申し込みます、嬉しい、よろしくお願いします。 Google 先生だったかな、あ、そうだったかもです。お探し中なので日本橋のプラン見に行ってくるわ。おー、いいですね出張ですけど楽しんできてください。おー、いいですね、から大事に、ありがとうございます。あ、厚揚げも大好きでした。3月、嬉しい、お願いします、こんばんは。我ながらチョロすぎる、確かにだから気をつけなきゃですよ。おでんクーポンがあるんですか、使いたい、もらってないんです。え、もらえるの汁が濁っちゃいますよね、でもそれも美味しい。
下さん注文しました。支払いのかな。ありがとうございます。嬉しいです。あフルマラソン応援してます。寒いからね、本当にストレッチ入念にして私みたいにならないので本当に気をつけてください。牛脂つたこやね。あーそれも美味しい。私今日もしてるよ。ありがとうございます。生誕グッズもね嬉しいですね。そうですよ、サイレン持ってないので、押し増ししないか手を増やすかって感じですね。うん、すごい。フルマラソン皆さん気をつけてくださいね。応援してます。こんばんは。じゃあ今日は歌を歌わせていただこうと思うんですけれども、あのそうなんです、最近本当に季節の変わりで本当に鼻炎の調子が悪くて、あの鼻なんですが鼻呼吸が厳しいんですよ。で歌がすごい歌いづらいんですけど、だ高い声が本当に出なくて、あとあの必死でって息吸ってるかもしれないんですけど意外な感じです。意外と歌えるかもしれないです。ちょっとあの必死なんですけど頑張ってね歌ってみようと思うので、よかったら聞いてください。牛脂苦手なんですか。久々に食べたら美味しいかもですよ。茶の間さんは歌いません。鼻炎本当に辛いですね。歌にも塩があるのがすごい。はい、鼻うがいするんですけど、した直後はいいんですけど、もうすぐねダメなんですよじゃあイヤホンさせていただくので、皆さんあの音量を気をつけてください。あ、刺す音がうるさいので。そうなんですよね。あ、しまーす。大丈夫でしたか。はい、キチューって、あ、いいですねいいですね。では皆さん好きな音量にしていただいて、今日はあの曲です。皆さん多分わからないはず。あの曲入ってたのっていう感じの曲なのでわからないはずです。曲入りました。オンライン特会のイヤホン買わなきゃ。大変ですね。すいません、よろしくお願いします。すいません、もうちょっとですもんね。15、16だからもうちょっとです。楽しみ。スピーカーですか。お、冬が来る前に。違います、歌ったことない曲だね。それはどうでしょうか。はいよ、違います。歌えるかな。雪ですか。すごい。じゃあもう正解発表しちゃいますね横浜、あ、移動中ですか。こんばんは、ただいま、タコ。あ行じゃないです。じゃあ、ちょっと正解発表いきます。あれ歌えるかな。オンライン東海の参加券の発行明日からだね。あ、よろしくお願いします。生誕グッズと一緒ですね。明日からお願いします。じゃあ行きます、どうぞ。夢の階段を登れ、その先が見えなくても、今の君にできることは汗をかくしかないんだ。夢の階段を登れ、どんな孤独感じても、たった一つのゴールまではもう今を
よかった、あのお鼻が大丈夫でした。口呼吸大変夢の階段を登れ、分からなかったくないですか？当たった方いました？入ってたんですよ、私もびっくりしました。えーってずっと入ってなかったんですけど、入れてくださったんですね。嬉しい嬉しい、聞けなかったですか？よかったです。お礼配信、あれかな、あ、カラオケ屋さんの方ですかね。こうカラオケ機能さんの方で本当に入ってなくて、私もあの SK のとこ見てた時にえーってなって、ねえ、この曲はエモい、アチキのテーマ曲だと思ってます。そうですね、アチキ生だけじゃないんですけども、あの時期の研究生の曲、アチキがほぼでしたもんね。今夜の大ナイスコイ見てきました。うん、私も出たいです。戻ってこれるに頑張るので、皆さん待っててくださいね。温泉はダメです杉くんとかしが特にいいと思いました。あ、初めてでした。で、研究生の時にいただいた
楽曲で、すごく大切な曲でございます。 MC だけでもね、ダメ、基本16人だからダメなんですよ。うん、あの2分半でしたっけ、2分半、あれだチームインさんなんだっけ、あの研究生がやる2分半でしたっけ MC みたいな、なんだっけ、2分半だ、2分半 MC みたいな感じでなんだろう、何2分半で何ができますかね。2分半で絵を描く自分の曲めっちゃ好きやから公演入る、私が復活してからもぜひね入って、あの応援よろしくお願いします。あーごめんなさいね、アイドルスクエアさんも出れなくなってしまい申し訳ないんですけど、うん、私も会いたかったです皆さんに。うんでは完売のあれ含めてちょっと宣伝もさせていただこうかな。和歌選手権で決定戦、私もね結構あれだと思うんですけど、まだ呼ばれたことないんですよね。意外と賢いと思われてるんですかねフライミーと食べたジャックが大好き、フライミーも好きにいてくれてるんですね、ありがとうございます。呼び寄せて嬉しくなりますよ、ゆっくりますけどね、ありがとうございます、嬉しいです。うん、優勝な気がしますね、本当に。うん、亜美ちゃんが1位ですね、チームインさんの中で。も私も亜美ちゃんに負けない気がします。お若決定戦ダウンロード、ぜひしてください。私の声もわかるかな、当時のまだ研究生の声は私の声です。じゃあお礼を、そう、SK48 33枚目シングル告白心拍数の特典会のお知らせさせていただくんですけど、トーク会と握手会はなんと全日程全完売していただきました。本当にありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、すごい嬉しいです、当日会えるの楽しみにしております本当に。なの でオンラインの方はあの締め切られてしまったので、もう今買える分はですね、ん、あ、現地の、そうです、ツーショットです。1月11日土曜日、愛知スカイエキスポさんでのツーショット撮影会35789部させていただくんですけど、1日目が着席バージョンで、言えなくてタコスの衣装とヨシポヨの、あ、なんか見えにくいですね、冬バージョンを着まーす。はい、タコスのあの可愛い衣装とヨシポヨが結構そう、前回のシングルの時かな、そうちょっと着させてもらったんですけど、なんか割と好評でだったので、冬バージョンを用意したので、はい、来ます。にゃんって書くのにゃんってですか、猫のにゃんとになんちゃって制服みたいなのあるじゃないですか、あれをかけてのにゃんってです。そしてですか、行きます。あ、嬉しい、よしぎゅうさん、よこにゃんを持ってかなですよねよくやポーズ教えてにゃん、もちろんです、私も、あ、皆さんリクエストのポーズがあったらぜひやらせていただきたいですし、
もし全然ないよとかって私がいっぱい考えるので、いっぱいやりましょう。猫派なんですか。でもね、ほんと猫ちゃんも可愛いし、ワンちゃんも可愛いし、レッサーパンダとかね、ヤギとかウサギさんとか、動物全般大好きです。本当にちょっと決めきれないです。次の日の1月12日日曜日、愛知スカイキュスパさんでツーショット撮影会35789部させていただくんですけど、2日目がスタンディングバージョンになります。この日が告白心拍数の歌唱用衣装なので、白のあのズボンの衣装じゃない、16周年コンサートのオープニングで着させてもらってたヒーローみたいな服なんですけど、相性です。そちらとプラスアルファアニメコスをします。カメハメハポーズもいいですね。かわいいですよね。ちょっと動物はちょっとやばいです。最高です。そうのですね、そうこの2日間、あと残りご購入していただけるのはこの2日間のみになるんですけど、ご時世着販売期間中です。1月11日1月12日の先ほどの愛知スカイキュスパさんのツーショット撮影会の分が1月3日金曜日の12時正午までの締め切りとなっておりますので、ツーショットもなかなか高いんですけど、もし買えなかったっていう方がいらっしゃったりしたら、特にツーショットお待ちしてますし、ハッピーニューイヤーとハッピーバースデーのお祝いもぜひお待ちしてます。動物の動画はね、もういっぱい見てついついいいねばっかりしちゃいます。先生ポーズ、先生ポーズ間違えたわら。でもなんか面白かったですよね。あれはあれでよかった。でみきお正月だから恐れそう。お正月もよくにゃん思ってくれますよね。はい、ぜひ、はい、ツーショットも待ってます。待ってるよ。ツーショットは誕生日前最後の特典会そうです。なので23歳ラストの私になると思います。特典会ではなります。はい、じゃあ感謝を込めて発動最後行こうかな。やっぱあれは絶対いくつの動画も、ありがとうございます。鍋の日なので、ふうふうですね。なるほど、ふうふうしますじゃん。お誕生日前最後のツーショット会です。じゃあ取っちゃう前に一緒に記念撮影ですね。はい、無理せずね、今できることを頑張って直していけるように。いい女の日、いい女の日とかでしたよね。なるほどなるほど、自分の誕生月のツーショットになりそうです。いいですね。一緒にお祝いできますね。お誕生日お祝いごっこ、夜勤、寒いので本当に気をつけてください。暖かい格好してね。こんばんは。もう発動になっちゃいますよ。もう終わっちゃいます。じゃあなんだっけ、あれとあれですね。
じゃあ行きます。やこにゃー、ビーム、わー。今日はお鍋なの、お鍋の日なので行きますよ。これお鍋。お鍋ですこれは。はい、お鍋だよ。お鍋だよ。食べてくださいぜひ。からの、あ、からのいい女の日なので SK2、 あ、ちょっといまいちかも。いまいちかも。からの、皆さん本当に深く心拍数の遠くから越しくれ、全日程全完売本当にありがとうございます。ありがとうちゃむ、嬉しいです。ピエン、嬉しく嬉し泣きです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのことが愛吉ゆーセタグッズにかけました。皆さんありがとうございます。嬉しい。ぜひツーショットも一緒に写真撮りましょうね。お待ちしてます。早くアニメコスが届いてほしい。ちょっとまだ怪しいから。うん、キュンです。3000人近くの方もありがとうございました。七箱からのおやすみよこにゃん、夢でも会えますように。明日はですね、あのオンライントーク会の参加券のなんだっけ、参加券のなんだっけ、と生誕グッズの予約販売が18時からあるので、ぜひ皆さんそちらも忘れずよろしくお願いします。なんだっけ、何でしたっけ、参加券の、発行です。発行なのでよろしくお願いします。皆さん本当にありがとうございました。明日のアイドルスクエアさんも出れなくて本当に申し訳ないですけど、はい、私のことも忘れないでくださいね。ありがとうございました。ニニン、皆さんおやすみなさい。ゆっくり休んでね。ありがとうございました。